大型ロボットたちを持ち込み開催された海洋学教室、毎日たくさんの子どもたちが笑い楽しんでくれました。出発進行。そして午後、本当の海で開催される美ら海シュノーケリングツアー、これもまた夢のような毎日でした。サンゴの海で隠れ熊の実や三つ星クロスズメダイたちと遊び、キビナゴを追いかけて出てきた花見のカサゴに挨拶です。よく見ると拳目が隠れていたり、海藻かなと思ったら珍しいカミソリウオにも会いました。ロボット制作教室で作ったウミガメロボットを持参している子どもたちも。捕まえた。大成功。初めて開催したロボット制作教室、毎日毎朝本物を見てそれを参考に制作しました。おお、すごいパワー。空飛んでるみたいに見える。今朝の青ウミガメですなんて紹介してました。制作教室始まりまして、早い。皆さんもうカメ大量に泳いでる。よかった。おじさん、今年でロボット作るのも全部やめることになったんだけど、あとはみんなよろしくね。全然悲しくないよ、もうこんなにいっぱい作れてるの。じゃ練習だよ、今日で最後。いよいよ最終回だ。こんなにいっぱい動かしてもらったのが久しぶり。ありがとうございました。動画と記念撮影。学校もとうとう帰ります。ありがとうみんな。もう十分やり終えました。満足です。ロボットたちは今海の上、一足先に研究所に帰ると、なんと台風でこんなことに。今期まだまだありますが、幕を下ろすってこういうことなんでしょうね。